こんにちは。笹でございます。今、お昼休みで、ちょっとほっとしながら、見てたらね、この間、アップロードしました、X Japan の Tears、ありがとうございます。9個もね、いいねいただきましてね、本当にありがとうございます。やっぱり X Japan のファンの人って多いんだなぁ、なんて思いながらね、本当になんか嬉しい気持ちです。もうちょっと練習してからあげればよかったかなと、ちょっとたどたどしい感じでね。で、またなんかもうほとんど自己満足の世界で、口パクで歌ってるという動画なんですけれども、リンク先貼っておきますんで、よかったらご覧ください。X ジャパン好きな方、ぜひコメントいただければありがたいと思っております。X ジャパンでね、この辺なんかこう、ブツブツ言ってましたけども、世間的にはメタルとかハードロックとかって言われる分のバンドなのですけども、広い音楽性でね、クラシックみたいな感じでもあるし、みたいな感じで、とても好きです。X ジャパンのね、ビデオ持ってましてね、インディーズの頃のね、ビデオがね、すごく感動的なんですよ、売れる前の。メジャーデビューする前だと思うんですけど、もうほんとね、音楽好きな若者が、なんていうの、全力を尽くして、なんかこう、表現して戦ってるって感じでね、まだまだそんなに売れてないんだけれど、だから、そのファンの人たちとの距離も短くて、小さいライブハウスのとこで思いっきり盛り上がってるみたいな感じ、あれが好きですね。それで本当全力疾走なんだよね。ちょっとね、違和感あったのはね、すごく売れ出してきて、彼らもお金持ちになって、数千万円もするようなオールドギターをパタさん持ってるとかって話なんだけど、そういうふうになってくると、成功したのはいいんだけど、昔の勢いっていうか、もうがむしゃらこう突っ走るっていうのが薄れてきて、ティアーズより後になってくるとあまり効かなかったかな なんて思いますけれどね。やっぱりその感動なんですよね、音楽ってね。感動を伝えることだと思うんです。音楽いろんなジャンルがあって、クラシックがあったり、ハードロックがあったり、ジャズがあったり、パンクがあったり、メタルがあったり、いろいろあるんですけど、要はその最終目的は、聴いてる人に自分のその思いというか、感動を伝えたい、感動してもらいたい思いを伝えたいっていうところなので、景色は結局、最後どうでもいいってはどうでもいいんですよね と私はそう思ってて、で、だから、そのやっぱり技巧はいろいろ勉強しなきゃいけないし、ただその稚拙な楽曲では感動は伝えられないから勉強しなきゃいけないんだろうけど、それにあんまり取られてしまうとね、自分が何を伝えたかったのかっていうのが忘れてしまいがちなのではないかな、なんてね。そういえばね、思い出しましたわ。学生の頃ね、大学生の時にね、音楽の授業、科目っていうのがあって、これ単位取りやすいからってみんな押しかけて食べましたね。音楽とか言いながらね、別に文系大学の音楽だから、適当な話聞いて、それで小論文出せば誰でも単位くれるぞっていうんでね。当時ね、私、なんだっけな、それまでハードロックバンド活動一生懸命学生バンドやってきたんだけど、ふっとなんか、あれ、違うのかもとか、俺とそんなに才能ないのかなとか、あとパーソナルコンピューターに出会って、こっちの道も面白いんだけど、なんて思いつつ、そんな頃にその小論文出しなさいって言われて、なんかね、うっすら覚えてるんですけどね、その要は伝えたいことっていうのは、音楽で自分の感動とか気持ちとかを伝えたいっていうのが大事だと思うのだけれど、自分のその今までのバンド活動やってきたことを振り返ってみると、なんかこう技巧的なことだとか、こうやったらかっこよく見えるんじゃないかだとか、そんなことをやってきたんだけども、それって良かったのかななんて自問自答しながら書いたような気がします。若かった
時ってみんなそうだと思うんですけども、我が強くてね。で、軽音の先輩たちなんかもね、軽音の部室に行くとね、まあ、みんなしてだべったりするんだけれど、音楽の話って一切しないんですよ。どうしてかっていうと、それぞれに自己主張があって、俺はブルースのなんとかが最高だとか、いやハードロックのなんとかがリッチ・ブラックモア大好きだとか、まあいろんなあるわけです。で、それをお互いに若い頃だからもうすごく主張が強いので、で先輩たちもね、自分もそうなんだけど、あえてそういう話はしないんですよ、しないようになりました。ぶつかるからね、絶対ね。で、そういうところで部室でだべってる時っていうのは大概はね、酒の話ね、酒飲んでどこ飲んで いっぱい飲んだぜとかって話とか、どこの、女の子をゲットしたぜとかね、ナンパしたぜとかね、そんなのばっかしで、あえて音楽なんかに触れないみたいなね。まあ年いくと、そういったその自己主張っていうのは薄れてきて、それでいろんなものを聞く、ジャンルのことを聞くってそれぞれいいなと思うもんで、その若い頃みたいな、これでなきゃ絶対ダメみたいのはなくなっていくんだよなぁなんて思いながらね、なんか思い出しながら、うん、X ジャパンいいっすね。はい、リンク先貼っておきます、もしよかったらご覧ください。それで懐かしくてたまらないって誰かそんな方いましたらコメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。